皆さんこんばんは。グッドグッドグッドパイロンです。死ぬまで映画紹介チャンネル、公開から1週間後の11月30日に弟がですね勧めてくれたので、友達いつもの親友と見に行きました。まあ池袋もね、いろんなところありますけど、池袋の東宝シネマズにしましたね。この織田信長、首という映画の中で一番欠かせないキャラで、もうゲスくて変態でバイオレンスチックな役柄は、この加瀬亮さん、スペックでもおなじみのこの役者さんはね、アウトレイジの頃もねすごくねグラサンかけてすごいいいスーツを着てて立派な役者さんだと思いました。一番もう本当にね血圧がね上がるぐらいねシリアスな場面をね作れるねすごい役者さんだと思いました。もう本当にねこのシーンはねえぐいと思うので、もう邦画ナンバーワンの出来、構想30年って言われていたのは本当だっていうのは実感されましたね。それで織田信長はね、まあ、ネタバレになるけど本能寺の変で亡くなるというところもねうまく表現していらっしゃったと。たけしさんすごい。このたけしさんが猿と呼ばれる豊臣秀吉、羽柴秀吉って役なんですけど、右に西島秀俊さん、ブラックサンでおなじみのね西島さんがね、もうねこれもネタバレだけど BL なシーンがあるんですけど、そこもね遠藤憲一さんとのラブシーン、いやーそれはそれで肉体美がセクシーで僕の明智光秀推しなので良かったです。織田信長が本当は好きだったんですけど、この西島さんのセクシーなこの色気がね大人の魅力だと実感されました。たけしさんはこのキャスティングは間違っていないと思いましたね。他にもいろんなね、カオルさん家康役で、難波役が中村獅童さんとか、キム兄が出てたりとか、結構ねうまいキャストなんですけど、なんか顔が似てたりとかするんで、でこの秀長が弟左側で、軍師官兵衛、後に黒田官兵衛なんですけども、この方が3人秀吉の使いという感じなんですけど、このアドリブのねシーンらしくて3人でなるところあったんですけど、ちょっとグダグダ感があってね、すごく大森さんがアドリブをねされてたっていうのが、なんか後日談であったっていうのを弟が言ってて、すごく面白いシーンだと感じました。独特のたけしさんワールドがね全開で見られるので、とてもとてもね、もう本当に緊張感があったり緩やかなコメディもあったり、アウトレイジとは違って見やすかったですね。あまり戦国系の映画やドラマ見ないんですけど、このたけしさんの映画はまあアイドル系の役者さんあんまりいなくて、蘭丸役の織田信長に彫られてた役の人はすごく美しい顔してましたね。なんか宮野守さんみたいな蘭丸って役だった気がしますね。まああと織田信長がねもう最後首らねやられちゃうシーンはね、あれはあれでちょっと残念感があって、ちょっとそこから失速したような感じがしましたね。時代背景で言うとやはり信長、豊臣、家康、そして明智、そこから始まる物語がね私のもう歴史の好きな時代なので、戦国時代と呼ばれるものなので、友達も結構あまりにハマってたんじゃないですかね。なんか柴田理恵さんがいましたね。柴田理恵さんがすごくなんか演技がなんか濃すぎというか、なんて言うんだろうな、ちゃんとおばさん感が出てて良かったです。まあ推しという推しはね、友達は織田信長って言ってましたね。なんて言うんでしょうね、キャラクターがそれぞれ本当に
いろんな目的を持ったキャラクターが多いので楽しいは楽しかったです。ですのでいろんな見方をするとやはり役者さんもその演技によって振り幅が変わったり、この役者さんだとこういう役柄っていうのがね、たけし映画にはねまずなかったです。ここの図をご覧いただくと、まあ強い順っていう感じなんだと思うんですけど、大森奈央さんは強かったですね。確かに秀長役、あでもね全体のバランスで言うと、この下の方の寺島進さんの右側の桐谷健太さんが出てたのすごく驚きで、いやかっこよかったですね。飛び猿みたいな水戸黄門で言う、そう思ったら服部半蔵だったんですよ。すごくかっこよかったっすね。まあ、それでもう右の人は千利休の役で、あの人あんまり出なかったんですよね。もう最初の序盤と中盤あたりで、もう後半はほとんど出てこなかったですね。まああとは皆さん次第なので、私は、パイロンとしては90点の出来だという、100点中90点ですね。すごく良かったです。なので皆さん劇場へご覧ください。もう見た方も見られてない方も、もう一度見てみたいとこれで思ったら高評価チャンネル登録も待ってます。ではね、友達とね言える範囲でのね映画のネタバレも含めて後半も楽しんでください。それではどうぞ。とにかくね、今日の首良かった。俺は北の映画を見れて良かった。好きな、いやだから90点だった。高評価じゃん。え、高評価じゃん。やっぱ西島さんとか円剣とか出てたから良かった。最後円剣ってあれなくなったの、たけしさんも最後これが、その可能性もある。中村獅童と浅野忠信と大森奈央が顔がちょっと似すぎて分かんなかった。ジャニーズ出てた、あの乱丸の人ってジャニーズなのかな。ああ織田信長に、パン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 、そうトライブですね。うん、タレントなの、口にこうやって感じにくい。そう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 、誰なんだ、あの黒人好きなの、首持って逃げたね。まあネタバレになるけど、そうだね。円剣は死んだの、あれ村氏では、わかんない、死んだのか、最後落とされてたから助けられたよ。そうだね、実は言ってんだよ続編で。水なの、医療学校に行くのあれだね、キムニーもあっさりやられたね、最後中村獅童も、うん、グロいシーンと、まあ、リアルな上品度、なんか BL のにショックを受けたのっていうのをちょっと見たんだよね、うん、なんか YouTube のコメントかなんかで、ね、昔って本当に愛が良かったから、それを生々しくやったっていうのが役者さんがすごいなと思った。たけし映画でよかったけどできないと思う。だけ入れてもらう、入れてもらおう。濃厚な、なんて濃厚なキスシーンやな、まああると思ったの。俺もおまんじゅう食わせるシーンがちょっと一番トラウマかも。食えって言ってグリグリやって刀におまんじゅうを、そうそうそう、たけしの映画ね、前パってな、見てたね、歯医者でなんか歯の治療中にやってきてさ、歯のがグリグリやって、だからわーってなかった。あー、それそっくり、うん、それがお前に浮かぶ、あれのオマージュかも。もう今年見る映画ないかなって思うぐらい、終わりだもん今年もね、うん、ね、まさかさ、服部半蔵の役が桐谷健太だと思わなかったらちょっと嬉しかった。
声で分かったんだよ。サナダ行くのやろ、これでもあの時代生きてんの、もうちょっと先か。秀吉が、秀吉のとこにいたのかな。そうなんだ、やるかもしんないパンは。え、誰が好きなの、武将だと。特にないだ。あれだろ、織田信長変態的で。そうなの、最後の先の方が好き。そうそうそう、あの信長役のカセリオってあれだよ、スペックに出てた人だよ。あのアウトレイジにも、いやでも面白かった。グロシーン多かったからまだびっくりしたし、最初の会話って生首で。そうなのよ、バッタバレしてるけど。首切りシーンちょっと俺残念だったの、あの女子供の首切りシーンがカットされたから、うん、さすがに無理だったんじゃない。それやったら最高だった。本当にさすがのたけしの映画でも OK 出なかったんじゃないかな。インパクトです。あれじゃん、仮面ライダーリュウクの編集長出てたじゃん、須田さん。中村獅童の友達みたいな。いや、憎いです。結構良かったよ全体的に。